お客様に列車の折り返し運転についてお知らせします。現在構造寺駅塩尻駅間で線路内に土砂が流入したため、構造寺駅から塩尻駅間の上下線の列車の運転を見合わせています。このため名古屋駅構造寺駅間で折り返し運転を行っています。お急ぎのところご迷惑をおかけします。